リーでドライブでございます。網走に行ってまいります。1年間このお車をお貸しします。マジっすか？恥ずかしいから、それ使うな、それ頼むから使うな。網走で入りました。いつもお世話になってる皆さんに聞けて、はい、ちょっとライブやろうかなと思ったんですよ。だけどなぜだかぶる涙あふれるんだろ後ろに見えるのがサロマッコ、はい、いきなり、なんか商品紹介みたいな感じのコーナーそんなコーナーあるんすか？こんなコーナー作っちゃいました、というのもね、うん、そのサロマに、まあ、我々とね、うん、同い年の
もう友達の漁師、はい、ケイスケっていうね、はい、男がいまして、うん、あのKっていうのはアルファベットでちょっと、はい、あの濁してるの名前そういうことじゃなくて、じゃなくて本当にケイスケ、うん、あ、ケイスケちょっと、ちょっと来てくださいよ、せっかくだから。いやもうサロマの漁師、うん、ほんと、よろしくお願いします。ケイスケ、船木ケイスケと言いましてですね、うん、実はこのサロマのですね、ホタテの漁の仕方、それをですね、実は編み出した一族の末裔でございます。おー、すごいすごい、すごいでしょう。実は2018年、僕が全国150本ライブっていうライブをやった時に、うんうん、あー、俺が暇だった時だ。そう俺が暇だった年だ。俺が150本弾き語りやってる時、150日引きこもりだった時、うん、そこで動画編集覚えたっていうここに繋がってくんだよ。いや、いいことじゃない、それ。確かに確かに、結果だ。だから2018年が俺たちアップダウンを進化させたっていう。なるほど、そういうことになってます。その年の関わりでしょ。そう、その年に、うん、サロマで弾き語り やらせてもらった時に、うん、ケイスケがいて、なるほどね、そっから仲良くさせてもらって、うんうん、その付き合いでございます。我々全員同い年。同い年ですね。同い年。そうです ね。昭和52年生まれ。最初はあのそういうあの民宿みたいなところでこう泊まったりしてたんですけど、うん、もうそれ以降もケイスケんちというケイスケんちね、何がすごいって小便器用のトイレがあるっていうね普通実家にないじゃない。ないないない。あの男性用のね、確かに立ってするトイレ、うん、あれが実家にあるってのはすごいよ ね。家にあるのが。漁師はね、意外とある。漁師の、漁師あるんだ。もうびっくりしたもん、衝撃だったもん、家にこのタイプあるんだと思ってそう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 。今回はせっかくサロマに来させてもらったということで、やっぱサロマのね、うん、いろんな商品、いい商品あるよってことで。いや、いいね。こちらでございます。あれ、じゃじゃんじゃじゃん。これがサロマピラー、うんうん、サロマピラーで合ってんの発音。これサロマピラー、サロマピラー、そうだよ、普通そうだよね、普通そうだよ。サロマピラーって何ですか。貝柱の冷凍の、あ、瞬間冷凍して、これね、剥いてすぐ食べる状態の。いいいいね、いいね。ホタテのこれ貝柱ね、貝柱の干したやつね、これうまいよね。これうまいんだ、これが。うまいよね。食べなくても美味しいって分かります。分かる。いや、食べて食べて食べて、そんな宣伝ないよダメよ、食べないとこれ大好き。いや、大好きだよ、ね、うん、これ飲みたくなっちゃうじゃないね、うん、飲みたくなっちゃうね。いただきます。うん、うん、うまみの塊だね。うまい、もう凝縮されてる、うん、あれ、あ、もう宝石だ、うん、お宝石界のゴミ扱うみたいな言い方やめてダメだこれみたいな、なんか漁師さんよく言うじゃん、なんかそういうのね我々からしたらお宝に見えるもん、あ、ダメだこれ漁師さん言ったりする。すげー美味しいっすよこれですね。いや、これダメだこれよく言ったりするね。これも美味しいに決まりますよ。あ、じゃあ僕もいただいていいですか。はいはい、うん、あ、どうですか。ふなきぃ原田になった。ふなきぃ美味しいよ、ふなきぃ美味しい、美味しいわ、うん、最高、うん、ね。サロマ湖では何魚を釣れるんですか。カレイだとか、うん、マスだとか、うん、鮭とか。はぁ、え、鮭もう海みたいな、うん、いや、もう海と同じ感じの。前あの牡蠣をね、うん、ちょっとこうお手伝いさせてもらったこともね、そうそうそうありましたからね。牡蠣も美味しいんだよね。牡蠣も美味しい。本当サロマはね、お世話になってますからね。お世話になってますからね。我々あの二人芝居もやらせてもらったりとかね。そう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 、そう、本当は去年もねやらせてもらうところだったんですけども、ちょっとね、うん、このコロナでもう中止延期になってしまったんですけど、うん、はい、サロマにお立ち寄りの際は、はい、もう美味しい海の幸たくさんありますんで。ありますから堪能してください。これでホタテを取ってるそうですよ。うまいね。おもかじいっぱーい。組の青年部長をやっている、うん、ゆうきくんに来てもらってます。じゃあもうせっかくなんでね、うん、サロマの魅力なんてのもね語ってもらえながら。そうだよね、うん、どうです。サロマ魚介類というと、うん、基本はそうですね、ホタテがまあメイン、牡蠣も、まあ、魚も取れるし、まあ、海もそうですけど、うん、やっぱり農家さん、農家、あ、農業もやっぱりかぼちゃ祭りっていうのがあって、
かぼちゃの結構有名なんかかぼちゃのね、美味しいお菓子ある。あ、かぼちゃパイみたいな。俺一番好きなのかぼちゃパイは、フランスのかぼちゃの本部なんていうね、結構作ってる。あ、俺は一番好きなの。何の中で？お菓子の中で。すごいじゃん。すごいよ、真っ先に言ってよ、それじゃあ。いや、本当にお菓子、あんな余ったあるお菓子の中で、うん、一番好きなの。一番好き。かぼちゃのあれを宣伝したんですけど、うん、俺かぼちゃは好きじゃないですよ。嫌いなんか苦手なんか。かぼちゃパイは食べれるよ、ね、うん、なるほど、かぼちゃは苦手だけどかぼちゃパイは好きだと。美味しい。あ、豚肉も牛肉も、うん、まあ、結構有名で、うん、サロマ豚とかね、だね、うん、サロマ牛も一応、うん、トップファームさんというところで、うん、作ってるんで、それも結構有名。魚介類もある、うん、お肉も、うん、野菜もあるっていう、何でもある。すごいね、うん、意外と海の幸、山の幸に恵まれてるっていう町ではありますね。じゃあラストは幸せになりたいやつだけでいきましょう。ああ幸せ、目指す旅に出る目的なんか何にもないさ、ただの思いつき。行ってみたらば海なんて綺麗な海だけど、なぜだかブルー涙あふれるんだろう。元気もらってんのこっちだわって。君はもう帰らない、あの頃の君はもういない。最果ての街を登録お願いします。お願いします。わわわわわ。